高校？制服だと？わからぬ言葉ばかりだな。答えよ、娘。そなた何者だ？多聞？春日山？ようやく聞き覚えのある言葉が出てきたな。さて娘、その胸の美の文字といい、そなた毘沙門天にゆかりのものか？なぜここに来た？あの方の命を救って、そなたにしかできない。三千たる光とともに俺と敵との間に立ちはだかるかのごとく現れた。教えてくれ、何故かようなことができたのだ？手妻か、それとも神仏の力か？あるがままを話せばよい。そなたの口から聞きたいのだ。おお、つまりそなたは先の世から来たと申すか？それでその稚児が俺を救えとそなたに命じたと？同じ顔か。俺がこやつらと話しておるのを夢で見たと申しておったあのことだな。お、なんだ？剣心？誰のことだ？今更隠してもせんかたないが、俺の名は上杉正虎だぞ。元気？知らぬ年号だな。姉の話ということは、そなたの姉上は先読みの巫女か何かなのか？先の世を読み予言することだ。なるほど、先の世から来たと申しておったのだったな。祠の世話とな。ふん、それでは必ずしも縁がないというわけではないことになるの。剣心、剣心の、まるで坊主みたいな名前ではないか？A64 年だ。西暦。いいいい、マナ。そうやって日本史避けてると、いつか痛い目見るんだからね。
よい。それより娘、俺は誠に出家するのか。うん、剣心か。剣心、うん、気に入った。親方様、5年前には旗本どもに邪魔されて出家が叶わなかったが、そうか、いずれ俺は坊主になれるわけだな。よし、俺は今日から剣心と名乗るぞ。親方様、なんと。どうせ今の俺は世を忍ぶ仮の身だ。荒川伊豆の神が戻るまでは俺を剣心と呼べ。弥太郎にもそう伝えておけよ。よいな。仰せのままに。よい。親方様のご用命とあれば。そろそろ春日山城に戻るか。娘、共に来い。親方様、こんな得体の知れぬ女を連れ帰るなどと。面白い娘だ。先ほどのことといい、その稚語の言葉といい、これは何ぞ毘沙門天のおぼし召やもしれぬ。おぼし召ですか。そうだ、毘沙門天の見つかり殿だ。となるとそれなりのおもてなしをせねばならんな。見つかり、なんだその生き物、お前のか。ヘレット、あなたを気に入っているようですね。そうやってしきりに頬にすりついているところを見ると。おぼろにつやめく毛皮、不思議な形の角、天やイタチに似ているが、額に層の角とは。実に奇妙な生き物です。柊也、こんな生き物をこの辺りで見たことありますか。ない。お前のじゃないなら捨てていけ。これ以上春日山城に得体の知れないものを入れてたまるか。それで飼うのですか。捨てろ。勝手な真似をするな。構わぬ、猫と変わらんではないか。帰るぞ、馬を引け。御意。
愛の汁です。お許しくださいね。親方様にお目通りする前にはこれで湯あみをしていただくのが決まりなのです。そんなことはありませんよ。ご心配なさらずに。愛の汁には強い力があって、マムシよけにも虫よけにもなるのですよ。お虫も失礼いたします。津山さん、こいつしっかり洗ってくれよ。悪いもん持ち込まれたら困るからな。ああ、それとこいつの連れてきた白いのもきっちり洗ってくれよな。暁、こっちにおいでなさい。彼女のことは津屋野さんに任せて。宿女の弱みを覗くものではありません。こいつのどこが宿女だよ。こんな跳ねっ返り見たことないっての。でも綺麗な人だね。おっけ、ルリマル、サルコーまで。お前らいつの間に来たんだ。はい、おしまいですよ。それではこの小袖をお召しになってくださいな。お召し替えがお済みでしたらどうぞこちらへ。親方様がお待ちです。親方様、御使い様をお連れいたしました。おう、支度ができたか。どうだ、金久、これが今日拾った…あ、いやいや、俺の命の恩人だ。どうだなどとは。それが親方様のご意向であれば我らは従うまで。やれやれ、固いなお前は。面白いと思わんか、金久。光の玉となって天より下ってきた毘沙門天の御使い殿だぞ。